はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン。嫌な方はね、もういっぱいいるでしょう。アルンドの天気を復活させてきました。はい、元々のお話ではあるんです。元々このチャンドラが来た時に、おインスタントソサリのコピーやんって言って、アルンドの典型使えるやんっていう話題自体は多分結構最初の方から出たと思うんです。で、最近なんか、まあこの手のね典型使ったデッキっていうのもまあちょこちょこ出てきてる印象ではあります。はい、でまあそれを組んでみようかなってことで、まあ感電の反復と合わせて、まあアルンドの典型が使えますよっていう形ですね。でまあそれだけでもね、まあ強いんですけど、今回はですね、まあ診断で、まあいろいろ出てきた火山の悪意だったりとか、まあチャンダーとか使って、まあいろんなことができるようにしてある形です。はい。そして、まあできるだけ昔の構築に寄せてきてます。はい。まあ0時算とかですかね。不快指数が高いカードとかをね、まあ復活させてきましたよっていうのと、あと、多分、攻撃として珍しいポイントが1個あって、それがザーダですね。はい、黎明起こしザーダ君、まあ3マナの、まあ、相棒カードなんですけど、まあ、このカードがいるとね、起動型コスト効果の起動コストが2少なくなりますよっていう効果があるんです。まあそれはね、サメ台風だったりとか、まあ、銀河ブイとかの、まあ、コスト軽減に入って、まあ、そこそこ強いんですけど、それよりもこのデッキにおけるザーダ君って手札コストになるんですよ。はい、何かっていうと、まあ、このデッキってね、まあ、鏡合いの具は入ってません。まあ、入れない代わりにザーダ入れてるんです。でその時に大勝ちだったりとか予想外の授かり物とかを使って手札を1枚切りたい時っていうのに拾うことができることと、まあ火山の悪意とかでね、まあデッキくるくる回したい時とかにも、まあ手札コストにできること、まああとついでになんか相棒でね、ハンドが1枚増えるので、うん、それがまあ鏡合いの具合よりも、まあ環境的にマッチしてるかなっていう印象だったので、今回入れてきました。はい、まあそんな感じでね、面白い形には、なったと思うので、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけでここはちょっとした宣伝となっております。本日5月22日、私の誕生日ということで、25歳になりました。はい、今日からアラサーです。悲しいですね。悲しいのかな、まあいいや。はい、というわけで、本日22時よりですね、私のチャンネルにて私の誕生日記念と、それと、チャンネル登録数7000人突破記念の、まあ配信やろうかなと思っておりますので、よろしければぜひ遊びに来てください。はい、というわけで本日この時期使ってランクマッチやっていきました。勝率結構高め、6割ぐらいだと思います。まあ負け試合は純粋に私がアグロ相手に除去引かなかったりとか、まあミッドレンジ相手にカウンター引かなかった試合ですね。対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。後手番、まあキープしたらシャーンですかね。うん、バンクバスターから入ってどうのこうのみたいな感じに見えますね。で、相手はジェガンサなので、赤単とかだと相当厳しいかな。これは、5色デッキじゃないかな。うん。5色の何かしらのデッキですね。あ、かっこいい。バンクバスター持ってかれましたけど、めんどくさいですね。そして、アルンドの典型がバレましたね。まあ、さすがにバンクバスターだと思います。うん。こっちから持ってかないとめんどくさいことにはなると思うんで。で、囲いが入ってくるんで、ちょっとデッキが分かんなくなっちゃいましたね。うん。まあ、とりあえずは、しばらくゆっくりゲームしていきましょう。ゼロ序断とか使ってね、相手のテンポロスしに行く動きだったりとか、まあ、今見えてるの逃げただけなんで、相手目線ぶっちゃけ放置したら下なんですよ。うん。サメ台風は X1 以上で捉えますか。で、このバンクバスターも、できれば、4マナのタイミングで打ちたいです。で、ここまで動きなくて囲いなので異形化絡みのデッキですね。うん、相手のデッキ異形化だと思って動きましょうか。これサメ台風 X1 で唱えます。プッシュとかがあるなら切ってほしいんですよね。うん、まあショックインして殴りましょう。このターンにゼロ序断は多分いらないので、そうですね、これ異形化確定です。なんでまあバンクバスター置いてあげますか。うん、ただ、こっから先ですね。こっから先ゼロ序断ないしは2ゲートを永久に構え続けなきゃいけないです。それと追加で、土地があるなら引いていきたいですね。うん、アルンドの典型とかをまあ埋めに行く動きだったりとか、その辺も大事なので、高め合いの具はカウンターします。本当はドローしたかったですけど、打たされましたねこれは。うん、
白白とか、まあ母星樹ならいいですか。うん、母星樹ならまあ土地が増えるんで、まあそんな悪くないかなと思います。典型プラスゼロズランが構えれる動きなので、うん、相手目線これ相当嫌なんですよ。典型が確定してるんで、時間差回収置いておいて、まあこっちももうちょっとだけゆっくりできますね。まあ典型もう一枚埋めてでエンドでいいかな。うん、一旦ゼロ序断で、ジェガンサーを回収させて、でまあ追加のカウンターとかよりはですかね。うん、追加のカウンターとかよりは、あ、抗議カード入れ忘れました。ダメですね。うん、抗議カード入れ忘れました。まあとりあえず殴りましょうか。うん、次のターンまあ土地積もったら、感電典型が撃てるんで、まあエシカの戦車とかなら上から殴って勝てるかなと思います。はい、まあ火山の悪意よりは勝利の炎を使って、はい、土地探しに行くのが一番強いと思います。うん、まあ通常の典型いけるならそれはそれでいいですね。ターンもらいましょう。あ、これは普通に典型打ちます。ここで追加で土地積もれれば OK なので、まあ積もれなかったら積もれなかったで問題はないので殴りましょう。あー、 OKOK、なら感電から典型打ってエクスターターン2ターン取って、ストームジャイアントとかで殴って勝ちですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ欲しいところは揃ってそうな見た目はありますかね。キープしましょうか。トゲ平原を使うか火山の悪意が使えるかっていうのは、考えるべきかなと思います。うん、まああとはザーダとか使ってね、どうこうどうこうしていけばいいと思うんで、トゲ平原、まあ相手の初手の土地置きですかね。ラノエルが飛んでくるならパッパとこのトゲ平原打つべきなので、かっこいい。黒タンなのかまだわかんないですねこれは。うん、まあ言うて3マナ4マナ目ぐらいまでトゲ平原抱えといても良さそうな気がするのと、もう一つトゲ平原置いた方がいい理由も一つあって、それが早めに置いとかないと、ハンデスで土地を抜かれることになる可能性があるんですよ。うん、でこれ相手逃げード取ってったんで、まあトゲ平原いらないかなっていう形です。ラクロス、まあグーワーあたりなんじゃないかなと思いますね。うん、対ラクロスなんですが、そうですね、まあどっかのタイミングで典型とかを埋めておきたい形ではありますけど、まあ火山の悪意とかでくるくるできればそれはそれで OK かなとも思うので、はい、ちなみにこれは大丈夫です。はい、そもそも典型がね、逃がせるんでこれ一旦パスですね。まあベリアナの奥義までは使われないようにしたいかなぐらいな形だと思います。こっちいっぱい引いちゃってるんで、そこら辺もちょっと嫌なとこではありますね。プッシュ、まあ、ターンもらって雨台風、これまだ感電典型、いやまだ典型を埋める必要はなさそうですかね。うん、ベリアナのプラスで、まあ、とりあえず小道は切ります。のど首、向こう除去いっぱい かぶりまくってるパターンな見た目ありますね。まあこれはサメ台風エキスシーンで置いていきましょう。アンドロー、追加キャンドラ、悪くないですね。まあとりあえずベリアナを殴ります。うーん、火山の悪意を早めに対骨に打つかどうかを考える必要があるかなぐらいですかね。うん、まあ、ベリアナでマイナス使ってくるのであればサメ台風もう一回打ってあげればいいだけなんで、相手がカード使ってくるかどうかじゃないかな。うん、とりあえずのどくりで、これチャンドラよりもアルンドの典型の方が大事そうな見た目、いや
チャンドラの方が大事か。うん、チャンドラの方が大事です。これは典型捨てましょう。向こうのリソースが尽きてきたんで、うん、いけます。サイクリング X2 で、こっちが手札減らしないですからね。お、魔法いいですね。これならこれってクリーチャーだけだよね。うん、まあ、火山の悪意をここに打って、まあ拒否でいいです。うん、置いてエンドでいきましょう。どっかのタイミングでハンデス対策にザーダ回収みたいな動きも全然ありかなと思います。じゃあこれは最高の巨人落としましょう。今のエクスプローラーにドレッドバーが来ないんですよ。うん、今のエクスプローラーにドレッドバーが来ないので、このチャンドラーめちゃくちゃに通ります。もう最高ですこれは。ああ気持ちがいい。まあビッグスコアと火山の悪意ですけど、まあ問題ないかなと思いますね。うん、こっから先ぶっちゃけ何でできてもある程度なんとかなるので、ザーダ回収してビッグスコアみたいな動きとかもできたりしますからね。これはザーダ回収してチャンドラでプラス、まあ、赤でいいです。ビッグスコアザーダ切ります。これでコピー入っていっぱい。いやー気持ちがいいですね。これがいいんですよ。まあ骸骨の巨人だったりとかは結構なんとかなるのと、まあチャンドラワンパン骨がいる分ぐらいには全然問題がないので、うん、このまましばらく典型探しに行きましょう。とりあえず4点受けますね。はい、骸骨骸骨じゃない限りはチャンドラが落ちないんで、うん、何も問題がないかなと思います。さあもらいましょう。あ、これよな。このデッキでやりたいことはこれなんですよ。はい、まあ青で典型勝ち確です。勝ち確ですね。これはエクサターン2ターンあってストームジャイアントが絶対起動できるんで、うん、まあストームジャイアントアクティベートして殴ってもう一旦エクサターンがあるんで格勝ち。まあ追加で一応プラス打って、あー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 終わりですね。はい、フルパンして勝ちが勝ったかなと思います。一面チャンドラの打点もあるんでめちゃくちゃですね。グッドゲーム大戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手これはキープでいいかなと思いますね。どこから置くかですけど、まあタップイン、トゲ平原を使うかジュアーを使うかで、まあ相手の動き見てから考えるべきかなと思います。黒、まあ一旦ジュアーと構えますか。うん、一旦ジュアー構えて1枚土地追加できたらビッグスコアとかで問題ないかなと思います。まあこういったらいいや、通しますか。うん、通しましょう。さあもらって、まあこれならトゲ平原いらないですね。できれば次アンタップインの土地が欲しいとこではありますが、どうですかね。まあ、3点受けましょう。まあ、グーワをカウンターします。いやー、ここで土地止まっちゃうと相当めんどくさいんで、あーまあ止まんなかったんでギリセーフですかね。これバンクマスター置いておきます。うん、で、まあ感電の反復を一発使う形にグーワ2枚目。はい、引いてきたカードを大体捨てる形になるかな。そうですね。いやまあ一応土地だけ置きますか。チャンドラは2発使いそうなので、うん、チャンドラは多分2回使う形になると思います。なんで、これ一発受けてチャンドラ出してになるかな。うん、バグベアの居住地とかが、起動できるようになっちゃうので、できれば追加で除去かなんかが欲しいとこではありますけど、はい、5点入って、で、エクスプローラー会社パイオニアのラクドソって絶望将来自体はそんなに入んないんですよ。うん、
まあチェオネットとかは全然入ってくるんですけど、それぐらいですね。やっぱこれまあ切ってこれ、ね、あれかな、あー情熱の衝動、これは嬉しいですね。ターンもらいましょう。まあチャンドラでマイナス2でいいかな。そうですね、マイナス2でいいですね。ここを取ります。で墓地の侵入者とバグベアの居住地は両方とも衝撃の衝動1枚で解決できるんで、うん、結構いい形になったかなって印象ですね。まあ骸骨骸骨とかで起こされるのが一番嫌ですけど、まあそれだとしてはもう一回チャンドラが打てるんで、うん、結構いい形になってるかなと思います。これクリーチャーにしか打点取んないんで無視でいいです。強いんですけどね、うん、で、これによって相手からね、バグベアとかが飛んでくることはなくなったんで、ほい、まあ、手札1枚切りましょう。まあ、ついでにそこのキジキも割ります。うん、これは一応マナは出ますかね。はい、相手の手札はまあ多分除去かなと思うので、うん、セットポジションこっち2点ですね。ちょっと痛ね、チャンドラしかめくれませんね。まあ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 、一応こっから追加でめくれてくれれば、あーならビッグスコアですかね。ビッグスコア打ちましょう。プラス2点、まあバグベアとかもある程度なんとかなるかなと思うので、ゲート、あー典型来ましたね。なら5、いや一旦典型打てますねこれは。うん、典型、いや打たない方が強いか、ちょっと待った方が強そうですね。うん、相手の動き見てからで問題ないと思います。はい、でこれもう一回ビッグスカー打てるんで、もう一回除去探しに行けるんですよ。それか追加で宝物めちゃくちゃ集まるんで、あ黒草くんは何の問題もないかな。うん、黒草くんはこれ完全の満足してますか。はい、墓地から黒草くんが出てきたら勝ち確だと思います。このターンに死ななくなるので、うん、逃げ糸とかも構える必要は一切ないので、黒草くんが出てきたら勝ち確。墓地神も問題ないかな、問題ないですね。まあ完全な反復1枚使ってあげてでもいいですが、 1,2,3 2倍に増えて4の6、 あそこ使いますか。まあそれは問題ないです。ここで一番あり得るのが不幸囲いだけのはずなので、うん、まあここで大量に引きまくってサメ台風典型追加、これサメ台風から受けますね。うん、これ青青、青青サメ台風典型2倍でやりたい放題のパターンですね。はい、まあ青青で、まあ、一旦ね、一旦サメ台風を置きましょう。はい、で典型打って、もうやりたい放題です。はい、開催で投了と。グッドゲーム大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあチャンドラから典型使ってもやりたい放題するのが一番楽しいんですよこのデッキは。でまあちょこちょこ思ったポイントがいくつかあって、それが
もうちょっと初動安定させれないかなっていう形ですかね。まあ、軽量の除去自体は、結構いっぱい入ってるんですけど、まあ、やっぱり大勝ちだったりとかで、まあ、長速を、補ってる分、初動の安定度っていうのがどうしても下がりがちなんです。はい。まあそのためにまあなチャンドラ典型、まあ関連典型プラスチャンドラみたいな動きとかで遊ぶのであれば、どちらかというとこの辺のね、サメ台風とかを減らすっていう手段もまあなくはないのかなっていう気はしました。はい。まあ、銀行破りだったりとか置けたりとか、まあその辺もあるんですけど、カウンターの枚数だったりとか、まあ除去の枚数を増やしたいのであれば、まあこの辺なのかなっていう印象ですかね。はい。それとまあこのデッキね、感電典型打った後のチャンドラが最強なので、例えばこれが予見してある状態で宝物2個割ってね、感電の反復典型って言って2ターンエクストラターン取ってる時にチャンドラ出すとゲームが終わるんですね。はい。もう何も関係なくゲームが終わってしまうというね、イカレカードでもあるので、はい、非常に面白いかなと思います。ただ、やっぱり弱点っていう弱点はあって、有利な対面も結構あるんですよ。ミッドレンジ絡み。グルールミッドとかに対しては結構有利ですし、ゼロ時段だったりとかでね、テンポロス、させながら殴ることができるんで、まあその辺とかには有利ですし、エニグマですかね。エニグマのデッキって、結局、まあエニグマとか異形化ですかね、みたいな踏み倒しデッキって、結局盤面とか、まあスペルとかで戦ってくれるんで、そこしっかりカウンターしてあげればゲームに勝てるんです。なので、その辺は結構有利がつくと思います。逆に、不利な対面っていうのもしっかりあって、まあどうしても赤タグロが不利かなっていう印象ですかね。特にバーン絡み、まあカウンターはいっぱいあるとはいえど、向こうの方がねテンポめちゃくちゃ強いので、はい、まあこういう消滅の衝動だったりとか、この辺のね除去が引けなかったら厳しいかなっていう印象があります。なんでまあサイドボードとかでね対赤タグロとか見るのであれば、まあサメ台風とかバンクバスターとか減らしてその辺突っ込んであげるのはいいのかなっていう印象です。はい。まあそれ以外に対してはね結構強い要素が多いですし、まあそもそもアウンドの典型自体がいきなりのバグカードなので、まあ本当に面白い形で戦えるかなと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。さあでは。